今日はね、この間の煽り運転のことからちょっと思ったんだけど、まあ甘く見るなテロつながりというのをちょっとやってみたいと思います。なんていう名前だったのかな。煽り運転をしてね、非常に危険な行為を高速道路等で、繰り返したということで、被害者も結構出てて、それで捕まる、捕まったよね。とりあえずは捕まったんだけど、これはね、ちょっと甘く見ちゃいけないかなと思うんで、これもね、ちょっと誘導的な話なんで、もう信じない人は信じない方がいいよ。ちょっとね、心配だったのはね、これトラックも狙ってるでしょう、時々ね。ほんで、自爆行為になってしまう場合もあるわけだよね、あれであってね、BMW、を貸した、側はかわいそうだね、なんかね、そんなんで自爆されたんだ、BMW がすっ飛んじゃうんだからね、修理ってわけにいかないでしょ、もうぐちゃぐちゃになっちゃうわけだから、トラックでやったらね。これってさ、高速道路っていうのはいろんなものが通るわけだよね。例えば自衛隊の車両なんかも通るわけだから、もしトラックを意図的に狙ったとするならば、かなり危険な行為だよね。要は、高速道路を閉鎖させてしまうという力もあるわけだから、ちょっとこれは、普通考えられないぐらいなんだけど、この犯人というか43歳なのかな？この犯人は、精神科に入院したあれもあるらしいんだよね。で、ちょっと問題があるのが、これ、インターネットで問題になってるってだけの話だから、大したことないんだけど、ただね、この女性がもう一人いるわけで、宮本さんっていう女性がいるんだけど、その女性と組んで、いろいろ。だから、女性の方は、ガラケーの女って言われてて、要は、それでバシバシ撮ってたわけだね。写真じゃなくて動画を撮ってたわけだけども、この石橋さんっていうの、この人が、補佐してた女性なんだよね。で、捕まるときにだね、生野署に行けって言ったわけだよ。で、この生野署っていうのは、有名な、俗に言うコリアンタウンでもあるわけだよ。で、静、これは大阪だな。大阪にあるあれだよな。で、彼自身はその静岡で不動産業をやってたということらしいんだけども、なぜか生野署に行けということを言ってたというね。で、生野署っていうのはね、俗には8割方、在日の人がいるって言われてたんだけど、これはちょっとね、迷惑な話で、そんなことはないんだよね。在日の人っていうのは、15%だね。2万7,513人って言われてるから、それだけいるわけだよ。でもこれなんかもう、例えば、選挙なんかやった時っていうのは、これは大きな力を持ってるよね。この15%っていうのは大きいじゃん。それで、ここが問題なのはね、連続の通り魔事件があったところなんだよ。これも在日ってことははっきりしてるんだよね。この通り魔をやった人っていうのは。それで、ひどいことに、日本人と見たら、誰でもいいから殺そうと思ったっていうことを発言してるわけだよ、で、たくさんの人を殺したということだよね。つまり、無差別ではなくて、日本人だけを狙った差別事件、殺人事件ってことだよね。連続殺人事件ってことだよね。で、こんなことも起こったところではあるわけだよね。で、そこの、生野署の、これ3丁目にあるのかな？生野署に連れてけっていうふうに、女性も言ってるし、補佐してる女性も言ってるし、その当人、犯人もそういうことを言ったわけだよね。どういう意味だかはよくわからない。でも、これは、かなり、そういう、在日の人がいるという、在日の人には悪いね、別にその在日の人が悪いわけじゃないんだけど、かなり迷惑もかけてるね、あの時、
北朝鮮がさ、ロケットどんどんね、こちらのミサイル撃ってきたときに、かなり厳しい目にあったと思うんだよね。だけど実際ね、通り魔事件なんかもあったところだし、それから他にも発砲事件もあったよね。これも韓国人がやったんだよね。イクノショ扱いだと思うんだけど、でその連続通り魔事件の場合だと、そのウィキペディアにね、載せた人がいるんだけど、それがまあいつの間にか消えてしまったということで、ウィキペディアにもう一度、掲載したいっていうようなことを言ってるよね。で、なぜね、甘く見るのはテロつながりっていうさ、題名をつけたかっていうと、つまりそのいろんな形でね、テロが行われつつあるということを気をつけなくちゃいけない。つまり韓国が北朝鮮化しているというか、例えばその北朝鮮の思想があるわけだけども、その思想に染まった人たちがね、例えば韓国の陪審、大陪審員というか、そういうところにもね、たくさん入り込んでる。でそういう人たちが、例えば徴用工のこととか、そういうことを取り沙汰してるというね、つまりそういう手法を使ってその圧力をかけてるわけだね、日本にね。それから、いろんなところにその、韓国の、スパイまでいかないかもしれないけど、それに近いことをやってる人たちが入り込んで、文さんも客観的に見て、北朝鮮寄りだよね。そういう人たちが、北朝鮮もそうなんだね。北朝鮮もかなり今追い詰められている状態ではあるわけだから、そういう人たちが、どういう力をね、発揮するかわからない状態、今日本は非常に不安定な状態でもあるわけだよね。でそういう時にさ、2006年の3月から始まっていたその韓国のノービザっていうのがあったわけ。詐称しないというね、詐称いらないよっていう、どんどん入ってきてくれというね、そういうのが始まってしまってたわけだけれども、これに対する見直しは絶対必要になってくると思うよね。連続通り魔事件もそうだけれども、人に対するその暗殺とか、そういうのが韓国ではその暗殺者とかそういうのを尊敬してるよね。そういう意味では、勘違いで暗殺してしまったっていうものでも尊敬してしまうっていうところがあって、とにかく日本に関するものだったら全て OK みたいな感じになってしまってるとするとね、今その韓国のデモなんかでも、両方ともあるわけだけどね、文さんに対するデモもあるけれども、その逆にその文さんたちが仕掛けているデモもあるわけ。要は北朝鮮が仕掛けてると言ってもいいデモがあるわけね。その中にさ、官兵があるわけでしょ。要はスローガンがあるわけだけども、その中の官兵が反日っていうことから、どういうわけかね、反安倍になったわけだよね。でこれはどういう意味を持ってるかっていうと、その安倍さえいなければという意味だよね。これはもう北朝鮮にとっては安倍さんってのは本当にこの野郎っていうような感じになってると思うんだ。それで、そういう政府の要人、そういうのもね、これから危険になっていくんじゃないかなと思うわけね。だからこの小さな事件だよね、確かにね。だけどそういうさ、煽り運転で、どんどんこうやってた人が、行くの所に、わざわざ遠くの行くの所にさ、連れて行ってくれって言って、その女性に対し、女性もそうだし、それからその党の犯人の男性もそうだけれども、両方ともね、行くの所に連れて行ってくれっていうのは、これはどういうことなのかなとは思ったわけだよね。朝鮮に関係ない人かもしれない。だけど
もし関係ある人だとするとね、こういう、まあ、例えば生野署の、まあ、小学校、生野区の小学校にね、行ってる子どもたちっていうのが、どのような教育を受けてるかによっても違うんだけれども、とても危険なことになるのかもしれないね。何しろ27,053人、15% とはいえね、いるわけだよね、その生野区には。だから、とにかく、まあ、一番必要なのはね、今必要なのは、ノービザで入ってくるのは、とにかくストップさせるということと、やっぱりある程度就労の方も考えるっていうかな、これから危なくなって、韓国がもしね、敵対行動に出るようだったら、わからない形で出てくるとは思うけど、でも敵対行動に出るようだったら、やっぱり日本国民としては、まあ、気をつけた方がいいのかな、あるいは、まあ、そういう喚起をしていった方がいいのかなっていうには思うよね。生粋の日本人だったらね、誰でも殺そうと思ったっていう、その差別通り魔事件、そういうのがね、また起こるとかさ、そういうのは非常に困るよね。この間の、漫画のね、アニメを作ってる会社がやられたのも、やっぱりその京アニっていうところだったんだけど、非常にね、危ない、これから危ないところになってると思うんだよね。あと、まあ、今世界的に見ても韓国だけの話じゃなくて、世界の情勢というか、例えばお金なんだけど、成長してないんだよね今ね。GDP なんて言われるけど、世界中見てみるともう止まってるんだ。だけどね、その中で資産だけは増えてる。8倍ぐらい増えてるんだよね。それは、不良債権がいっぱいになってるわけ今。だからそれをどうするかってことは、中国でもない、韓国でもない、世界中の問題になってるわけだけれども、それをどういうふうに処理していくのかっていうのは非常に問題になってくる。で、それを、まあ、そういうのを売りつけるね、商売が非常にあるんで、それはまた別の機会にね、話したいと思うんで、皆さん気をつけてください。変なね、不良債権を、利回りがいいからってね、買ったら、その元金がすっ飛んじゃうってことがあるかもしれないんで、そっちの方も気をつけてください。お金のテロですよね。そういうのも気をつけていただけるとありがたいと思います。それでは今日はこんなところで終わります。